はいこんにちは中学受験サクラチャンネルの滝谷直樹です今日は偏差値65への算数、えー、速さと比の問題を、えー、やってみましょうこの中学受験サクラチャンネルは私この滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルですいいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップもお願いします 長長長い長い長い中学受験生活です、えー、たまにはねっていうか時にはねっていうかいつもねいやこんな難しい問題どんなに頑張っても解けないよっていうものの時もあるでしょうそんな時には、えー、まあゆったりねお風呂に入って、えー、すぐ、えー、布団に入ってね再生リストに行ってみてくださいするとおなんかこんなうんなんか優しそうだな って思っているうちに眠ってしまってね次の日の朝解いてみたらスルスルっとできるようになっているような不思議な動画に出会えるかもしれませんさあではやってみましょう東海中学校の問題です木が等間隔に並んでいるまっすぐな道があります木 S から木 U まで走るのに A 君は15秒 B 君は21秒かかります A 君はキー S の3本手前のキー R から B 君はキー S から同時に走り出しました A 君はキー U の1本手前のキー T を通過した時 B 君はキー T の6メートル手前にいました A 君がキー U に着いた時は B 君がキー T に着きました 木の間隔は何メートルですか。B 君の速さは秒速何メートルですか。えー、ねえ。<laughs> やりたくないなって思いませんこれ。好きな人はね、これいいんですけど。えー、まあね、やりましょうね。木が等間隔に並んでいるまっすぐな道があるねこうやってね、木これ木ですよ。 でキー S から U まで走る S から U まで走るのに A くんは15秒、ね、S から U まで A くんは15秒かかり B くんは21秒かかるそしてえー 今度は A 君は TS の手前3本前の R からね。ら A 君は今度 R からスタートしたと A 君。そして B 君は S から同時に走った、S。B 君遅いのでここから同時に走った。そしたら A 君が キー、キー U の一本手前の T に来るとき。これね、U の一本手前の T に来たときに、ね、A、B 君は T の6メートル手前にいたっていうわけです。ね。6メートル手前にいた。そして A 君がキー U に着いたときには、B 君はキー T にいた。でさらに、この A 君が U にゴールしたときには、 今度、えー、ここに君、えー、B 君は、えー、T のところにいたと。だからここの部分はまず最初に A 君が T についた時にここにいたと。でそして、えー、A 君が U に着いた時に、えー、B 君はこれ T に来たと、ね。だから同じ時間でこれだけ進んだ時にこれだけ進む。 A 君がこれだけ進んだ時に B 君はこれだけ進むんだということになるよね。さあじゃあその上で、えー、木の間隔は、えー、一体何メートルなのかということだね。でまず A 君が S から U で、えー、まで15秒 B 君は S から U まで21秒ですからね同じ道のりを。 かかる時間の比が A 君対 B 君は15対21つまり簡単にすると5対7なわけです。かかる時間の比は A 君は 5B 君は 7A 君の方が早い B 君の方が遅い、ね。ってことは速さの比は 逆比だよね。速い A 君は同じ時間に7進み。そして遅い B 君は同じ時間に5しか進めないわけです。速さの比が7対5ということは、同じ時間にかかる、えー、進む道のりの比も7対5で一緒ですね。A 君は同じ時間なら7進むとき B 君は5しか進めないわけです。そうだとすると、ここね。 ここからここに進むときに B 君はこの6メートル進んだ。そして A 君は7進む間に B 君は5しか進まない。ってことは、この木と木の間隔を7とすると、この6メートルが5に当たるよね。と、木の間隔がもうこれ出ますね。7対5は四角メートル対6メートル。ね、7対5は 四角対 65× 四角は7642四角は 42÷5 で 8.4m まず木の間隔はここに答え書きますね 8.4m、ね、さあじゃあ2番 B 君の速さは秒速何メートルですかとさあここのこれ使えます同じ時間で、えーえー、進む道のりの日は7対5ですそうとどこが7対5かっていうとね A 君が R から U に着くまでと B 君が同時にスタートして、えー、今度 T までですから R から U までの距離の距離が7とすると丸んですね B くんの S から T までが5ですよね7対5ですそしてこの差が2になるよね差っていうのはこことここねだから木の1個2個3個 4個分の差があるわけです、ね、ちょっとここ書きますよ A 君と B 君の進んだ道のりの日は7対5になって、ね、差は木の34本4本四つ分ね1234つ分つまり7-5の2の差が8 4メートルかけら4十1 6 4 8 3 2 3 3 6ルが2ね到達すると1は3 3 6割る2ですから1 6 8メートルと B 君の、えー、この5は1 6 8かける5になって8540。 えー、6 5 3 4 8 4ル s から T が8 4ルだねこれねここ8 4ートルさああともうちょっとですよそして分かってんのはこれね、えー、B 君これ S から U まで21秒ですからあとさらに8 4メートル足さなきゃいけないね,ね84足す S から U は 8.4えっ、ー、と84メートル足す8.4メートル92.4メートルになります。さあ S 遊間が92.4メートルと出ました。そしてこの S 遊間は92.4メートルでビーク21秒かかったわけですがこれで秒速出ますね。 さあ 92.4m÷21 秒をするとえー、秒速出るわけです4えー84の 44.44.4m 毎秒えー、ですからえー、っとこれかあと答えね 四点四メートル毎秒であるということになるわけです。ねえー、ここに気が付けるといいね。ね速さの比が七対五で、みあ、同じすみ、道のりが七対五。道のりも七対五。で、ここは七対五で、五の方が六メートルと分かって。だから、木の間隔が分かります。 木と木の感覚が分かったら今度は A 君の進んだ道のりと B 君の進んだ道のりの日で、これね、7対5なんだと言って2が分かりますということですね。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。